内部崩壊した J リーグクラブ参戦。あのクラブも内部崩壊していた。徳島ヴォルティスの内部崩壊が話題となっていますが、 J リーグの歴史の中で大なり小なり内部崩壊を経験しているクラブは少なくありません。話題となった3つの事例を振り返りましょう。まずは1993年のヴェルディ川崎です。 J リーグ初代王者のヴェルディですが、いきなり内部崩壊を起こしていたんですね。読売クラブ時代からブラジル色が強かったヴェルディですが、 J リーグ開幕直前にオランダ色にスタイルチェンジ。しかし開幕戦で敗れるなど、ダントツの優勝候補と目されながら結果が出ず、チームには不協和音が流れました。最終的には外国人選手数人が入れ替わり、松木安太郎監督と確執のあった加藤久志選手が退団するなどのバタバタを得て年間王者に輝いています。2例目は2000年の名古屋グランパスです。練習態度が良くないと指導を受けていた主力3選手が監督に干された形となりましたが、そのフロントは監督を守る形で3選手を解雇。前任監督の時代から選手と監督との間に溝があったことも要因ではありますが、その解雇となった選手が1998年ワールドカップ出場の平野隆選手、日本代表にも選ばれていた望月重義選手、同じく日本代表ディフェンダーの大岩剛選手という押しも押されぬ中心選手だっただけに衝撃が走りました。現アンダント183日本代表監督の大岩監督にもこんな時代があったんですね。そのシーズンのオフにはエースのロペス・ワグナー選手にも実質的な引退勧告があるなど、名古屋のフロントの迷走時代を感じさせる事件です。3つ目は2017年にクラブの顔の中村俊輔選手が退団することになった横浜 F マリノスです。マンチェスターシティのグループと業務提携をしていたマリノスですが、主力選手への礼遇や方針がしっかりしない監督の練習に対して、主将の中村俊輔選手は何度もクラブと話し合いを持ちましたが、方針は変わらず溝が埋まらない日々が続きました。その結果、中村俊輔選手は退団してジュビロ磐田に移籍することになり、本人すら想像しなかったクラブの早朝の退団ということになりました。その数年後からクラブは黄金期を迎えていますが、長年チームを支えた選手の退団は何度かあったマリノスも混乱を乗り越えながら今があるのですね。徳島ヴォルティスもこの混乱が将来の成長の糧になることを期待しています。他にも内部崩壊したクラブがあればぜひコメントで教えてください。